GSH-23 は、ソビエト連邦が軍用機の固定武装として開発した 23mm 複方進行空機関砲である。1965年より配備が開始され、それ以前の NR-23 機関砲を代替した。GSH-23 は、駆動方式に1916年のドイツにおいて発明されたガスト式駆動方式を採用している。 これは特徴的な二つの方針を持ち、これらが交互に装填、発射を繰り返すことで単方針よりも高い射撃レートを実現するものであり、方針寿命も長くなる利点がある。ガス都式は開発国のドイツや西側諸国においては普及しなかったものの、ソ連や東側諸国では一般的となった。g s a 2 3 l コの方の原型である。 GSH-23 と、その派生系で、かつより広く普及した GSH-23L との最大の相違点は、マズルブレーキの有無である。航空機関砲としては、珍しい機能として、フレア弾やチャフ弾の発射機能があり、どちらも対空ミサイル対策となる。なお、この機関砲を搭載する機体の説明等で、実際には、 単層一機搭載であるにもかかわらず、連装や二問といった表記が見られる場合がある。外見から誤解されがちであるが、ガトリング方形と同様複数の方針を束ねた状態で一問なのであり、こういった表記は誤りである。下記搭載例のつマイナス95のように、実際に連装である場合もあるが、これも方針が4本見えていても、連装一機二問であり、 連装2機4門ではない。GSA-1-23 を装備する戦闘機は、ミグ -21 の後期型、ミグ -23 の、全、タイプ、J-22、テジャス、JF-17、イア -93 であり、ビブターレットに、装備するのは、ツ -22M 爆撃機及びいくつかの後期型ツ -95 である。 輸送機にも装備されており、ビル -76 は、ビブターレットに2機の GSH-23L を装備するよう設計されている。また、ミ -24 ハインド攻撃ヘリコプターの、後期型ミ -24VP ハインド F や、その改良型にあたるミ -35M は、新型ノンプー -23 ターレットに搭載。ポーランド製 W-3 速も、 固定装備する。第2世代モデルの MIG-21 は、同体下に GP-9 と呼ばれる g s h 2 3 l と200発の弾薬を搭載するコンテナを乗せた。しかし、後期型ではよりスリム化された半密着型装備に置き換えられた。また、この機関砲を航空機に外付けできるガンポットがいくつか開発されている。 空対空用途に1から2機の GSH-23 を固定搭載し、200から400発の弾薬を持つアプック -23 及び地上への機銃装作のため0度から30度の深くを取れるようにされたスプー -22 などである。ありがとうございます。